毎晩ひどくなってる。あと3日でこの町ともさよならできる。薬飲みすぎた。誰だろう。分かった、行くわ。はい。シュウ、大丈夫か。ブラート、どうしたの。今すぐそこから逃げろ。何があったの。説明してる暇はない。そこから逃げろ、今すぐ。分かった、荷物を。大丈夫。大丈夫か。あいつ何なの。さっぱりわからん。ただスターズの生き残り二人を消しにかかってるのは確かだ。君と俺をな。ここから逃げないと。街を見てみろ。ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。
つの間にこんな状況に。正方からだが悪いことっていうのは重なるもんだからな。結局悪霊と同じありさまだ。大勢感染するなんて。ブラッド、気をつけて。こっちだ。なんて数。奥にドアがある。行け。落ち着いて、一緒に逃げるのよ。いや、どうなるか分かってんだろ。いいえ、分からない。仲間だよな。もちろんよ。それじゃ頼む、俺みたいにしくじるな。行け。ごめんなさい、ブラッド。警官よ、力になるわ。そうかよ、警察はいつもヘマばかりしてるがな。力になる？だったら奴らの一匹でも逮捕しろ。聞いて、このチャンスを逃したらもう誰も助けに来ないわよ。
もう大丈夫だ。あなた誰？ここで何を？俺はカルロスだ。助けに来た。さて、まずは安全な場所へ。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って？地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。過保護すぎか。そうか、分かったよ。よし行こう。おい、マジかよ。どこのバカが閉めたんだ。悪いが別ルートで行く。あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う。明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか？お断りよ。あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ？ちょっと冗談でしょ。あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに行こうな。行こう。ここだ。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディー？カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう。それで状況は？この町は完全に分断され、孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなく、ゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。わかった。力になる。市民のためによ。あなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。じゃあ、スーパーコップさん。持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。
まず大事なことから。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。わかった。今向かってる。で、作戦は？俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら、俺が変電所までナビゲートする。了解。急ぎましょう。生存者はまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。カルロス、大通りに出た。変電所はどっち？鉄塔が見えるだろう。その辺りが変電所だ。右手の路地から迂回すればいい。路地？すごく燃えてるけど。そりゃまずいな。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ消せる。何よ。
見たところ鉄道会社だよね。ダメね。火を消さなきゃ。よし。誰かいるの？
なた UBCS？ ああ、ゆっくり。そんな顔で見るな、感染していない。わかった、手当て。おい、やめろ、待って。なんてことするの？感染してた。してなかったかもしれないでしょ。スターズのやつは甘すぎる。壊滅寸前になるわけだ。あなたたち UBCS は仲間を平気で殺すの？生かしてもゾンビになってた。お前は生き残る気がないのか。駅に戻っておとなしくしてろ。弱いやつはいらない。邪魔になるだけだ。ひどい匂い。これって考えたくもない。ってこと。
やって。やるわよ。これで全部。主電源を入れるだけ。これでくたばって。カルロス、ジルよ。電源を復旧させた。いいぞ。次は運行システムの起動だ。鉄道会社の指令室に向かってくれ。ビルの場所は分かると思う。本当か？やるね、相棒。さすがだな。誰が相棒よ。
を起動してから行く。このビルに。カルロス、指令室に着いた。次は何？よし、運行ルートを入力してくれ。オッケー、ちょっと待って。よし、行き先は？今いるのはレッドストーン駅だ。行き先はフォックスパーク駅。設定できるか？私はスーパーコップ。朝飯前よ。ルートの設定が完了しました。カルロス、私よ、運行ルートを設定した。いいぞ、ジル、素晴らしい。不当不屈だな。急いで駅に戻ってくれ。出発の準備をしておく。
上出来だスーパーコップ。恐れ入った。もう列車は動く？ああ、あと一歩だ。整備に3、40分かかるが。ニコライ、状況は？町は化け物で溢れてる。地上を突破するのは不可能だ。なぜその女がいる？地下鉄の軌道を手伝ってもらってる。この女は足手まといになるだけだ。ここぞという時に引き金すら引けない。おい、落ち着けよ。こいつのせいで死ぬぞ。悪いな、みんな気が立ってるんだ。おい、マジかよ、またやつか。目当ては私よ。おい、私が引きつける。おい、待て、なあ、散る、やろう。くそ。さあ来なさい、ストーカー野郎。スターズはここよ、かかってきなさい。他の出口を探さないと。この辺りの地図か、助かるわ。今の鳴き声は？行くともしない。何か動力が必要ね。もう最悪、この服燃やすしかない。
カルロス、聞こえる？ジル、やっと繋がった。大丈夫か？なんとか生きてる。奴は巻いた。よし、地下鉄は準備 OK。 君が戻り次第出発だ。知能があるの。
けるの？カルロス、こちらジル、聞こえる？はっきり聞こえる。そっちは無事か？ええ、奴を倒した。よし、よくやった。でも無茶しすぎだ。おとりになるなんて自殺行為だ。説教はやめて。ああするしかなかったの。そうだな。それとありがとう。もう地下鉄が出る。急いで戻れ。動くな！おっと、ジルか。ケンド、無事でよかった。無事ってわけでもないが、脅かしてすまなかった。何が来るか分からなくて。無理もない。それより地下鉄で脱出しようとしてるの。来る？地下鉄？そうか、名案だな。これからすべきことが山ほどある。あなたのスキルが役に立つ。
どうしたの？なんでもない、ただタイミングが悪くて。ああ、いや、俺は大丈夫だ。他の手を打つから。平気よね。最高のガンスミスだもん。いや。でも無茶しないで。無茶をするのは君の仕事だ。気をつけてな。おい、もし駅に行くんだったら、店のすぐ外の通用路を通って行け。いいな。頭を狙ってみよう。
だけど奴もついてくる。大丈夫だ、俺を信じろ。逃げるぞ。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。とにかくこれで。みんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。あなたは？一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。どうして？新たな任務だな。町を救うためなら、何だってやるさ。手柄だな。噂通りだ。よくやってくれた。中へ入れ。すぐに出発するぞ。カルロス、タイレル、お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエル・バードを探すことだ。これが最終列車じゃないわよね。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行っててくれ。俺は死なない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。はいはい。バードは重要な研究者だ。彼のワクチンが町を救う鍵になる。分かるようになったじゃないか。大事なのは自分の命だけだ。頼んだぞ。よし、行こう。バードみたいな研究バカがまだ生きてると思ってるわけじゃない。情報が正しければ生きている。どうした？チームメイトのことが心配か？もっと気になることでも？思考能力のないゾンビが舞台に奇襲をかけるとは実に奇妙だ。ゲートに鍵がかかっていたのもな。違うか？今の何？ちょっと、なんでこいつまだ生きてるの？よせ、もう助からん。来い、こっちだ。ニコライ、何のつもり？奴の狙いは俺じゃない。ニコライ！
今頃地下鉄は町から遠く離れているはずだ。あのセクシーな連れも。彼女はそういうんじゃない。素晴らしい警官だ。よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署だ。ここがどう見ても墓場だがな。ブラッド、やめろ。耐えれる。マジかよ、ブラッド。お前まで。許してくれ。許してくれ。鍵をかけやがった。なんとかして開けろ。こいつは俺が片付ける。おい、やる気か。スターズ役に開いたぞ。あの警官はどこだ。さあな、それより任務が先だ。情報が確かならバードハックはスターズオフィスに行く。キッ捕まえてさっさと戻ろう。キッ捕まえる。救助するんじゃないのか。カルロス、これ見てみろ。オフィスの場所が分かった。ここだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくて捕まえるのか。嫌な任務だな。シャッターを開ける。そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。ああ、お前もな。仕業じゃない。ここから逃げたのか。よし、お出ましか。嬉しいね、大歓迎。ご苦労なこった。
耐える。聞こえるか。ここには未知の何かがいる。強敵かもしれん。未知の何か。わかった。カメラで捜索してみる。気をつけろよ。カメラが奴らの弱点ならこっちのもんだ。カルロス、スターズオフィスはその先だ。了解。よし、じゃあ一丁ぶち壊してやるか。
もらっていく。よ。ありがたいね。順番だ。バード博士、やっと繋がった。私が何か呼び出したか分かってるのか。もう心配ない、助けてやる。今どこだ。病院から出られないでいる。辺りは化け物ばかりで身動きができない。スターズをよこせ、出ないとどうにもならん。いや、警察は今それどころじゃない。なら何か策を考えろ。アンブレラが研究者を次々殺しているんだ。ゾンビ化を治療するワクチンの作り方を知っているのは私しかいない。選択肢は2つだ。そこで一人遊びするか、できるやつを送り込んでさっさと私をここから出せ。面白いやつだ。お前にはな。それよりバードだが、引き渡した後に消されるんじゃ。俺らはミッションで来てる。従うしかない。俺は PC でバードの居場所を調べてみる。少し時間がかかる。お前は使えるものがないか見てくれ。前列にいるのはジルか。どうした？脱線した？怪我人は？ジルか。おい、マジか。なんだって？ジル、ジル、何があった？ジル、答えろ！悪い、行かなきゃ。わかった、バードは任せろ。
ったのは私だけ。カルロス、聞こえる？カルロス？最悪、通じない。まだくたばってない。ここから逃げなきゃ。あいつも終わりね。カルロス、応答して。ああ、どうした？ダメだった。列車が脱線した。脱線した？怪我人は？みんな死んでしまった。ミハイルも全員よ。おい、マジか。ニコライに見殺しにされたのよ。なんだって？ちょっと嘘でしょ。引っ返った！ジル、ジル、何があった？ジル、答えろ！やりましょう。受けて立つわ。止まれ！カルロス、聞こえる？ああ、もうこんな時に故障するなんて。勘弁してよ。
くわ。なんとも興味深い。実にいい仕事をしてくれたよ、ミス・バレンタイン。ジル。おい、しっかりしろ。なんてこった。タイル、聞こえるか。どうした。ジルが感染した。今から病院に連れて行く。バードの力を借りるしかない。じゃあそこで合流だ。俺が治してやる。辛抱しろ。ワクチンを必ず手に入れる。すぐに良くなる。必ず。入れる。バードはどこだ。奥の研究室だろう。無茶するなよ。俺も向かう。了解。先に行ってるぞ。相手を捨てる暇はない。ご用の方はインターホンにお声掛けください。
Thank you.
なぜ博士のオフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。私は誰だと。生命科学の権威ナサニエルバードだぞ。私は君のように感じ。バード博士。タイレル、バードは死んだ。撃たれてる。マジかよ。ワクチンは？今探してる。 PC があるはずだ。それで調べてみろ。バードだ。9月29日午後11時。私には時間がない。そう痛感している。これから私が話すことによって、全てが白日のもとにさらされ、私の名誉が少しでも回復されることを願う。今、この町を襲っている災害の原因は、全て生物兵器である T ウイルスの漏洩にある。そのウイルスを作ったのは私の雇い主アンブレラ社だ。アンブレラは D ウイルスのワクチン開発を私に依頼した。この私のオフィスにサンプルが保管され、地下施設にも備蓄されている。だが上層部の連中は保身のため処分しようとしている。世間に知られたらまずいからだ。さらにウイルスの存在を示す証拠を全て消そうとしている。だ、私はバカではない。私にも身の危険が。ジルは最初から分かってた。なのに俺を信じてくれた。を見つけた。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけろ。町の惨状を見てないのか。無事にたどり着けたら奇跡だ。なんだ、タイル、一体どうした？ラクーンシティに拡散するウイルスの封じ込めは不可能と判断しました。10月1日に巡航ミサイルでラクーンシティを爆破します。未感染だと判断する市民は直ちに脱出してください。これは試験放送ではありません。繰り返します。1日しかないじゃないか。まだ生存者がいるんだぞ。政府が気にすると思うか。くそ、奴らが来た。ここにいろ。俺が片付ける。武器を調達しないと。外は敵がうじゃうじゃいる。
奴らの侵入経路を断つ。窓のシャッターを下ろすぞ。どうやってやるんだ。病院のセキュリティシステムに侵入する。それまで持ちこたえてくれ。お楽しみはこれからだ。
いや、散々だ。だがとにかく終わった。今から戻る。ワクチンがしっかり効いてる。よかった。どこ行くんだ。やることがある。やることってなんだ。町はもうすぐ爆破される。お前は政府に連絡してくれ。ワクチンを見つけたって時間を稼げ。肝が据わってるな。よかった、無事か。いい知らせだ。全て終わった。町は安全だ。どこ？何が起きてるの？市民の皆様、ラクーンシティは数時間後にミサイルにより爆破されます。ミサイルはあらゆる生物、病原体を根絶します。誰一人生き残れません。10月1日。避難してください。これは嘘でしょ。そんなに経ってるの？直ちに避難してください。目覚めたか。助けてくれたのね。いや、俺じゃない。カルロスが助けた。あんたをここまで運んで直した。大したやつだ。彼はどこ？地下施設だ。そこに町を救えるワクチンが備蓄されてる。一人で行くなんて無茶すぎる。私も行くわ。待て、放送を見ただろう。この町は爆破されちまう。俺はそれを阻止するためにあらゆる手を尽くしてる。やつに任せろ。彼はプロなんだ。私もよ。やっぱり何を言っても聞きそうにないな。アンブレラの地下施設はこの病院の中に。カルロスからも連絡が途絶えた。用心するんだぞ。
橋なら通れそう。地下への入り口ね。病院の地下にこんな施設があったなんて。食らいついてきたことには敬意を表す。だが残念ながらゲームはもう終わりだ。終わらせないわよ。こいつ再生してる。Thank you.
よし、これで揃った。一足遅かった。一体ここで何してたの？ジル、タイレル、やったぞ。交渉が済んだ。政府は爆破を中止する。条件は厳しいが、爆破までにワクチンを届けないといけない。残された時間は？あって数時間ってとこだ。ならグズグズしてる暇はない。こっちだ。この先にワクチンがあるはずだ。あなたは残ったら？休んでいられない。一緒に行くぞ。わかった。やり遂げましょう。
シーの生成を始めます。素材をセットしてください。生成？素人に作れってよし、やるしかないわね。オーバーライドキーの生成が完了しました。これは何？オーバーライドキーが取り出されました。きっとこれが動力。どいて！この化け物がネメシス。多分これワクチンの開発に使われるやつ。
施設は一体何なの？ニコラ、やめて。町にはそのワクチンが必要なの。俺よりもか、この俺がせっかく知恵を授けてやったというのにまるで生かしてないと思う。お前にとって命とは値段がないものだろう。だが俺はその命で金を稼いでる。そこで取引だ。お前は下でネメシスと戦い、俺はそれを記録し戦闘データとして売る。お前がいい賞を見せてくれたらワクチンで稼ぐ必要はなくなる。いいな、決まりだ。
嘘でしょ。早く急いで。ゼラス下がれ。さあ乗れ。どこに行ったの？早くワクチンを取り返さないと。やり遂げたわ。ワクチンを返して、このがめついクソ野郎。返すものか。お前は金のなる木だ。俺は金が好きでね。ということで取引は進行中としよう。さあ銃を捨てろ。今までこれほど素晴らしいものを見たことがあるか。このデータはきっと高く売れただろうな。だがここは諦めるしかない。町はもうすぐ爆破される。己の命までは金に換えられん。健闘を祈る。ニコライ、ズル。ワクチンを奪われた。ニコライ追って。君はどうするんだ。時間がない。行って。ここは任せて。分かった。いい、覚悟しなさい。今度こそ蹴りをつけてやるから。内装を展開します。いいの見つけた。こんなのじゃ効かない。電力が必要なの。どうだった？今ならもっと欲しそうね。
ってるわ。生成した。行かれるわけにはいかない。カルロスが奴を止めてくれれば。まだ追いつける。奴を捕らえられる。返す約束だった。ダメ！自分が何をしたか分かってるの？知らん。俺は雇い主のアンブレラを潰せとの命に従ったまでだ。ミサイル着弾まであと10分。おっと、ミサイルが発射されたか。そろそろ行かない。お別れだ、ミス・バレンタ。忠告を聞かないからこうなる。ジレ！撃て！ジレ！撃てない！あなたにも当たる！早く撃て！ためらうな！他に方法はない！カルロス！言ってろ、俺のいない世界なんて寂しすぎるって。死ねるわけない。あいつどうする？なぜこんなことを？世の中何にでも値段がついてる。世界を燃やすことにもな。誰に雇われてる？教えてやる。逃がしてくれたらな。金はいくらでも払う。お前はバカだ。後悔するぞ。俺が死んだら真相は闇に葬られるんだぞ。それくらい明らかにしてみせるわ。ジル、大丈夫か？来たわ。Thank you.
して。爆風の熱に包まれながらも寒気と虚しさを感じた。無数の命を奪ったのは怪物を作るウイルスではなく、他でも人間の欲望だ。ラクーンシティが灰になった代償を私が必ずアンブレラに払わせてやる。誰も私を止めることはできない。